ですね。今日までなんです、ナングラが。なのでちょっと家帰ってボサボサなんですけど、ちょっとやろうかなと思って。はい、何がいいと思いますか？そう、夏休みの宿題終わらなかった、とっさに出た言い訳とは何だろう。とっさに出た言い訳、夏休みが短すぎんねんとか。阪神が連敗してしまって。確かにそんな縁起の悪いことは言っちゃいけません。阪神の試合がいい感じで、あ、甲子園で宿題なくしました。確かに、それって宿題ハラスメントですよ。高校野球に感化されて野球を始めたらちょっと時間なくてとかいた。なんか甲子園で土になりましたって、甲子園の土集めてました。とっさに出たやつか。でも甲子園系がいいんかな、やっぱ野球系。それ和解法の千尋の宿題ですよね。宿題も浜風に乗って飛んでいきました。外テルが打ちました。今日はこんばんは。毎日試合が延長戦で、確かに ちゃんとした宿題あったんですか？甲子園行くのが宿題だと思ってましたって。毎日甲子園行っていいな、そんな夏休み幸せやろな。野球とオリンピックの二刀流で宿題する時間がありませんでした。ありありですね。自由研究にだけ全力注ぎすぎました。高校野球見に行くのに全力すぎ、確かに。ところで先生はライブ来てくれたんですか、この夏休みの。お互い様ですね。すみません、毎日始球式の練習してました。お互い様ですね。こんばんは。宿題出してないのは石山千尋の方です。あり。私出しましたよ。宿題出してないのはあの石山千尋ちゃんの方です。うん。あり。いいですね、後輩を巻き込むやつでいきましょうか。
ね、ありじゃないですか。それにしましょう。私宿題出しましたよ。宿題出してないのはあの石山千尋ちゃんの方じゃないですかね、みたいな。そうしよう。決まり、ありがとうございます。決まった。もう千尋違いですよ先生。でこのあとここで一人で動画撮るんです。悲しい。悲しい。このあとここで一人で撮るんです。どういうことでしょうか。あまりにも悲しい。本当に千尋に許可は大丈夫。私4期生さんなんで。はい。服穴だらけです。これはギャップで買いました。可愛いです。夏らしいですよ。何やったっけ。私は宿題出しましたよ。宿題出してないのは石山千尋ちゃんの方じゃないですか。千尋違いですね。ってやるやつですね。よし、ちょっと忘れそうですね、この配信終わってちょっとしたら。千尋違いですよ先生。やだ。千尋違い、そう、なかなかないよね。やっぱ同じ名前がいるからこそできることですよね。可愛いクレーション、ありがとうございます。大阪は台風大丈夫でしたね。なんかどっか行きました。雨は朝降ってたんですけど、うん、大丈夫そうです。千尋喜びそう。確かに。東京豪雨なう。大丈夫ですか。そっちに流れてったんですね。明日大阪来るかもよ。じゃあまだあるんですかね、台風来る可能性が。用心しないとですね。地面師。今私地面師たち見てるんです。ちょうどやっぱりサスペンス系にこうハマって、最近で、そのサスペンス系を演じる方々って、出演されてる方々ってめっちゃ自然なんですね、演技が。まあ皆さん自然なんですけど、なんかより自然というか、でそういう演技をできる人になりたいなっていうのが最近の目標です。で、あのまあまあまあ新たな目標もあるんですけど、なんかそういうお芝居でサスペンス系に出るっていうのが、うん、目標。なぎさの映画まだ見れてないんですよね。また 見に行きたいですね。そう、怖いのはね、大丈夫じゃないタイプなんですよ。すごい、渚の映画3回見に行ったんやね。大ヒットしてますね。そう、
タイガースの新二軍球場すごいね。すごいよね本当に。広いですあそこに一日中入れるんじゃないかぐらい多分充実するんじゃないかなってこういろんな方々からのお話を聞いて思いました。早く行ってみたいですね。ただ鳴尾浜にももう一回行きたい。鳴尾浜にもう一回行きたいです私は。でも今鳴尾浜前までは整理券とかこうもらうために並ぶだけで入れたんですけど、並ぶだけでね、今は事前予約が必要で、入場は多分無料なんですけど、その事前予約のなんかが必要で全然入れないみたいですね。行きたいな、時間があれば行きたいです。そう、事前予約が必要みたいです。今ぜひ調べてみてください。私もまだ調べてないんですけど、はい、なんか取れなかったとかよく聞きます確かに明日並ばなくてもいいって意味ではありかも。鳴尾浜何時に行ったら入れる？前は私は8時半くらいまでには行ってたかな。それでも9時に多分入場して、入場できて9時ちょっと過ぎとかに多分あれじゃなかったかな、もう売り切れてるっていう感じじゃなかったかな。9月頭まだ整理券だった気がする。あ、そうなんですね。始球式お父さん弟に羨まれない？え、私はそうですね、お父さんがずっと野球やってて甲子園を目指してた高校球児でもあったので、まずお父さんになんかすごいなほんまって言われるし、弟にも多分弟も野球やってたのですごいなって言ってもらえるのが、はい、嬉しい。そう、お父さん履正社でしたね。履正社のピッチャーだから、お父さんに野球はほとんど教わって、で始球式も練習しましたはい、なのでこう練習の時はね、その助言とかがそばでこう助言とか言ってくれるから、うまくできたりするんですけど、やっぱマウンドに立って一人でこう勝負するってなるとやっぱりそのこうしないとああしないとっていう考えがぐるぐる回ってリラックスできないんですね。ただノーバンだったのは褒めてもらいましたこの前はい、今までででも一番リラックスして投げれましたね。うん、え、嬉しい。慈悲 TV の始球式当日見やすかったですか？皆さんまだ見てない方はぜひ慈悲 TV 見てくださいよろしくお願いします。そう、金村さんからもそうなんですけど、下柳さんからも、真中さんからもキャッチボールを教えていただいた女になってますすごい、皆さんからのこうしたらいいよっていう言葉をいただくたびに自分が成長できてる気がして、はい、とても幸せです。プロ入り目指されてる方ですかそうかもしれないすごいですよね。まあありがたいですね、この環境に感謝ですね本当に。真中そうです、真中監督元、真中さんに教えていただいた二軍の試合の始球式前だったんですけど、なんか
その時もやっぱ結構リラックスして投げれましたね。真中さんとギリギリまでお話できたっていうこともあって、真中さんのコミュニケーション能力ですごいリラックスしてましたはい、またね誰かに教えていただけるような機会を作れるように頑張ります。まずはまた始球式ができるようにですね。そう、たまんもねキャッチボールして受けてもらってて、はい、すごい優しかったですし、この前のプロスピの配信でもご一緒して、なんかめちゃめちゃフレンドリーで覚えてくださってたんですね。結構前のことなのに、それがすごい嬉しかったです。はいね、カード出るといいですね。はい、という感じでナングラありがとうございました。ランキング何やったっけ、ナングラもう忘れたや。13位、これ何、まさやさん。12位、わたさん。11位、はにぽんさん。10位、野原しんのすけのすけさん。9位、山としさん。8位、ソフトテニスさん。7位、はなさん。6位、ねねさん。5位、たっちゃんさん。4位、しもりんさん。3位、すけかにさん。2位、かんつきさん。1位、ぎゃおすけさん。ありがとうございました。あ、そうだ、千尋違いですよのやつ最後に確認してからちょっといきます。いきますね。私宿題しましたよ。やってないのは石山千尋ちゃんの方じゃないですか。もう先生千尋違いですよ、やだですね。はい、 OK です。はいありがとうございます、バッチリ。じゃあこれを取って後で投稿したいと思います。 OK、 ありがとうございます。では皆さんおやすみなさい。また明日お話し会来てくださる方はまた明日お会いしましょう。完璧、ありがとう。そうだ、タグ付け忘れずに、ナングラね、ありがとうございました。またねー、おやすみー、バイバーイ。